はい、おはようございます。交配させに参りました。はい、今日配合させますとね、決まってるの相手は大島と小似てなんだけど、どっちを血統にしよっか。小似てと大島、大島血統にしよう。はい、大島。大島かわいいね。よっしゃ、大島と本当ね、ポニテ、うん、ポニテはメスだ。メス他誰がいるの？あと3個しかいないわ。あと3個もレベル上げたいな。今レベル8だもんね。じゃあポニテを交配させよう。ポニテ仲間にしたばっかです。さっきほどの戦いで役立たずでした。はい、バイキルト使えるんだ、いいね。じゃあ決定。花かわせにプラス1。鳥？鳥だよね、かわせにって。よし、一晩。はい、交尾。はい、去ってった。花かわせみ、どんな子？孵化させます。どんな子？花かわせみ、え、わかんない。花、なんかパタパタしてるよ。で、センスでいいや。連れてこう。よし、じゃあテセンスを連れてさっきのダンジョンに潜ろう。何こいつ、旅の扉が隠れてるぞ。よし、こじきに行こう。なんかくれよ。ガラクタが釣れるんだ。ガラクタ茂ってんな。ダメだ、茂ってんなとか言って、ほんと都合のいい道具扱いしてるね、あのおじさんのこと。ワタボウ、え、ワタボウこんなとこいたんだ。何寝てんのねえ。こいつに話しかけらんないんだけど。話しかけられた。モンスターボクシャー、こんにちは。休憩室？長いんだ。名前の横のプラスの数が多いほど強く育つ。え、知らなかった。へい。一緒に寝ようよ。加えてさっきのやつか。ヒャドが得意。あ、さっき、魔法でやられた。でかい。
サオダルがサオリクになるように特技は成長する。サオダルがレベルが20いくつ、 MP が、ザオリクってさ、回復させるやつ、生き返るやつ、やりたいんだけど、生き返らせたいんだけど、メガサルロックが使うんだっけ。性格によって戦い方は違う。あ、無視された私。いや、いい、性格そのままでいい。あ、じゃあ行こっか。なんだっけ、勇気のなんとか。私ね、なんとかの杖持ってたの。魔封じの杖だっけ。魔封じの杖がね、あるから、それを使うと、ボスの魔法を封じられたりするのかな。よくわかんない。まあいいや。試しに、一回潜るだけ潜ってみます。ダメだったらいいや。またやり直そう。かわいいじゃん。テセンスかわいいじゃん。ちゃんと羽生えてる。じゃあテセンス行こう。いい子に育つといいな。お、いきなりあった。レベル2。あ、HP8 も上がった。やるじゃん。ビオラって何？パンジーのちっちゃいやつだよね。お、すごいすごい。テセンスめっちゃ上がる。わぁ、4になった。わぁ、9上がったよ、HP。え、5になったの？え、すごくない？ピオリム？え、 6？ マジで？ちょ、テセンス上がりすぎ。テセンス今 HP いくつ？うわっ！ HP が倍以上になった。MP も倍以上だよ。すごいな、テセンス。あ、またレベル上がった。うわ、HP10 増えた。すごい。魔法トラ覚えた。何魔法トラって？ピオリも素早さアップ。魔法トラ、MP 奪う。あ、魔法トラで、ボスの MP 奪えばいいんだ。あいつあれだもんね。魔法使ってくるもんね、このダンジョンのボス。あ、テセンスまたレベル上がった。攻撃力上がんない。うわ、また上がった。すごいなぁ。
影。レミラーもそう。エッセンスレベル10。すごい。もう交配できる。レミラーマ。砂煙。レミラーマってフロア見るやつだっけ？じゃあ使ってみようか。地図が出ましたってことね。じゃあ行ってないところに行けばいいんだね。これ穴の位置わかんないよね。お、杖。天罰の杖。ってなんだろう。真空波でダメージを。へぇ。賢さを3増やす。と今薬草が2個にアモールの水が3個。これいけるかもしれない。さっきよりだいぶいいよね。ゲレンゴレベルアップ HP プラス10。ありがたい、ありがたい。攻撃力もプラス10。テセンスも上がった。わあ、いいねいいね。あ、さっきよりいい、だいぶいい。まあ、ルーラの杖。え、ゲレンゴ死んじゃった。やばい、ゲレンゴ死ぬとやばい。これはキメラの翼で戻ろう。お、上がった上がった。戻ろう戻ろう。ゲレンゴいないのはダメだ。使います。はあ、え、このメンバーでもう一回行く？ね、薬草はあるでしょ。1個2個ヤモールの水がいって、ね、
じゃあ荷物を少し預けてもう一回挑戦します。